それでは大臣から。私から2点申し上げたいと思います。1点目は本日地球温暖化対策計画が閣議決定されました。経産省としては削減目標達成のためにエネルギーミックスの実現に向けて取り組んでまいります。また長期的な温暖化対策の検討にも着手いたします。議論の場として産官学からなるプラットフォームを速やかに立ち上げる予定でございます。またもう一点は熊本地震復旧等予備費を含む平成28年度補正予算案が閣議決定されました。我が省としてはこれまでライフラインの復旧あるいはまた必要物資の配送などに全力を尽くしてきたわけでありますけれども、これからは中小企業対策あるいは観光対策を早急に進めてまいりたいと思っております。予備費も活用してですね、中小企業の金融支援あるいはその工場やら商店旅館など設備施設の復旧支援あるいはまたプレミアム旅行券の発行や国内外への PR など観光対策を行うべく調整を進めてまいりたいと思っております。以上でございます。TBS です。おはようございます。昨日発表されました日産と三菱自動車の資本提携の件なんですけれども、今後人口が減っていくこともあって国内市場が全体的にこう小さくなっていく中、他の産業であったり業界に対してですね、同様に今回のような再編を促していくような対策だったり制度などを検討していくお考えありますでしょうか。やはり業界再編を含めた産業の新陳代謝を促していくことは極めて大事なことだろうというふうに思っておりまして、産業競争力強化法をこれを通じてですね、業界再編を制度的に後押ししてまいりたいというふうに思っています。また自動車産業に関しましてはやっぱりもうグローバル化でありまして、もう全世界での競争、技術競争だとか販売拠点争いだとかいったものがございましてですね、そういった意味では今度の再編がそういったものに、進めていくについてですね、期待したいなというふうに思っているところでございます。もう一点、補正予算の件なんですけれども、今大臣の方から中小企業対策とか観光対策というようなことがございましたが、経産省としては特に重点を置いた項目や分野などがあったのでください。ですから今申し上げましたように、中小企業対策とやはり観光対策に強い要望が出されておりますので、そういったものに応えていきたいなというふうに思っています。いかがでしょうか。じゃあ昨日の社長の決算発表が次の社長に今回の対総裁が就任するという発表がありました。そちらでこの対案が交代するということですけども、この次に個別の人事案件に関してはですね、このコメントを差し控えたいと思っておりますが、今度のその本会との、やはり問題は戦略的提携を通じた構造改革の取り組みがシャープの成長に、つながる、あるいはまた我が国の活性化に、つながるというようなことをまず期待したいなと思っています。今日は三菱と日産のところに問われるかと思うんですが、特に予防したい点とかそのあたりがあれば教えてください。むしろ雇用の問題とかですね、それから特に岡山知事からも要望が出されておりますのでですね、そういったセーフティネット補助についてもなるべく早く対応できればしたいと思っていますので、そういった意味で、その不安を取り除くような形での対応をぜひお願いしたいなというふうに思っています。先日国会で
最初に取り付けの方が承知しましたが、その受け取りと、船の作業の先行きが見えない中で、読めさせられないという批判もありますが、まず法案がですね、民進党をはじめ野党の皆さんにも賛同いただいて、成立したことは喜ばしいことだったなというふうに思っております。これから国会の審議内容も踏まえてですね、着実な施行に向けて、まだもちろん安全第一はもちろんですけども、準備を進めていきたいなというふうに思っています。よろしいでしょうか。はい、終わります。ありがとうございます。